呼ぶ記十六章。呼ぶは答えた。そのようなことは私は何度も聞いた。あなた方は皆、人を惨めにする慰め手だ。虚しい言葉には終わりがあるのか。あなたは何に挑発されて答え続けるのか。私も、あなた方のように語ることができる。もし、 あなた方が私の立場にあったなら、あなた方に向かって私は多くの言葉をらね、あなた方に向かって頭を振ったことだろう。この口であなた方を強くし、唇による慰めを惜しまなかったことだろう。たとえ私が語っても私の痛みは抑えられません。たとえ私が忍んでも、 どれだけ私からそれが去るでしょう。誠に神は今、私を疲れ果てさせました。あなたは私の仲間を皆荒れ果てさせました。あなたは私を掴みました。自分の痩せ衰えた姿が証人となり、私に向かって立ち上がり、面と向かって不利な証言をします。 神は激怒して私を責め立て、私に向かって歯をむき出される。私の敵は私に向かって目を鋭くする。彼らは私に向かって大きく口を開け、そしりを持って私の方を打ち、こぞって私を責める。神は私を不存な者に引き渡し、悪しき者の,の手に投げ込まれる。 私は平穏でいたのに、神は私を引き回された。首筋を掴んで私を粉々にし、そうしてご自分の標的とされた。その居手たちは私を包囲した。神は私の腎臓を容赦なく射抜き、私の胆汁を地に流された。神は私を打ち、打ち破って、 勇士のように私に襲いかかられる。私は荒布を肌に縫い付け、自分の角を塵の中に突き刺した。私の顔は泣き晴らして赤くなり、まぶたには死の影がある。私の手には暴虐がなく、私の祈りは清いのだが。血よ、私の血を覆うな。私の叫びに、 休み場がないようにせよ。今でも天には私の証人がおられます。私の保証人が高いところに。私の友は私をあざける者たち。しかし私の目は神に向かって涙を流します。その方が人のために神に取りなしてくださいますように。 人の子がその友のためにするように。数年も経てば、私は帰らぬ旅路に着くのですから。